1988年のヤクルトスワローズでは、1988年のヤクルトスワローズの動向をまとめる。この年のヤクルトスワローズは、関根純蔵監督の2年目のシーズンである。ホーナー旋風の余韻が冷めやらない中、チームは1987年のドラフト1位で、長島和茂を獲得。また、ホーナーとレオンリーの対談を受けて、外国人も、 タグで新生とテリー・ハーパーに一新し、シーズンを迎えた。期待のルーキー・長島は、父の長島・茂雄が巨人でつけていた背番号3が与えられたが、プロの壁は厚く、衰えが目立つで新生からレギュラーを奪うまでには、至らなかった。一重フィーバーにはき立つ、打撃陣は、池虎コンビの広沢勝美、池山龍巻がこの年も、手法として、打ちまくったが、 両者もに三振が多く、本類打は147本と1位ながらも打率は246とリーグ5位。前年の4位躍進を受け、チームは1980年以来の A クラス入りを期待されたが開幕ダッシュには失敗。6月には4位ながらも、首位の巨人に3ゲーム差と迫るが、それ以降は失速。後半戦以降は対応との4位争いが続いたが、 優勝の中日に22ゲーム座をつけられた。投手陣は11年目の尾花高雄やこの年をさえに転校した伊藤明光が活躍したが、高野光、荒木大輔が途中家がで離脱する。伊藤の最多勝ちという明るい話題はあり、防御率も3.79と量化したが、尾花と伊藤の活躍に依存しており、層の薄さは変わらなかった。前年同様、 若手選手の活躍は目立ったが、低迷するチームのカンフル材にはならず、関根監督の2年目は、借金11の5位で終了した。ありがとうございます。